どうぞ。はい、じゃあ、DPDK というのを今回説明しようと思います。DPDK って多分皆さんほとんど聞いたことないと思うので、ぜひ質問があればインタラクトしてかけてください。でですね、まず初めになんですけど、インテル DPDK って何ですかっていう話なんですけど、ですね、これネットワークの新しい、フレームワークというか仕組みで、Linux とか BSD 上で動いていて、でコースループと低連停止を実際に実現するためのネットワークの仕組みです。で実際そのユーザー空間でアプリケーションを書いて、インテル DPDK のライブラリを、つけた状態で動かすんですけど、そうすると、今まで以上にスピードが出たりする、で連停止も与えられますという仕組みです。でなんで DPDK みたいなものが必要なのかという話なんですが、高価なネットワーク機器を、実際に BSD なり Linux の上でソフトウェアで実現してしまって安価にしてしまおうというのが目的になります。で、サーバー用途の技術ですよねって言われると全くその通りです。でセルフで話す必要はあるんですかという話になるんですが、ですね、高速化の手法がとても面白いので、ぜひ皆さんに紹介したいなと思ったので今回は説明します。で私は誰ですかというので、組み込みエンジニアをしている、でたまにセルフにも参加しています。では、こんな形の、目次です。まずは DPDK の衝撃ということで、どの辺が実際に衝撃なんですか。で、先ほど早いと言ったんですけど、で一応ですね、ちょっと過去の去年か一昨年の資料を見ると80メガ PPS って書いてあったんですけど、今日ちゃんと資料を読み直したら160メガ PPS に書き換わっていると。なのでこの 1、2年の間でさらに速度が出るようになったようなんですが、実際この、PPS って何ですかっていうのがなんですが、パケットパーセカンドでと言います、1秒間に何パケット処理できたか、で FPS と書いてフレームパーセカンドで表示することもあるそうです。で実際160Mbps っていうとどのくらいの速度になるかっていうと、64バイトのショートパケットの場合で、ショートパケットっていうらしいんですけど、64バイトぐらいのパケットのことを、でそれの場合で 80Gbps 出ると。で1024バイトぐらいのパケットになると 1300Gbps ぐらい出ると。というわけでとんでもなく速いの速度なんですね。で、ちょっと、通信事業者さんに聞いたお話なんですけど、どうやら通信事業者さんにとってはショートパケットのパフォーマンスが重要であると。で、今手に入るビッグは例えば 40Gbps のものがあるそうなんですけども、十分64バイトのショートパケットでもそのぐらいの速度が出せてしまうと。なのでその通信事業者さんにとってはその高い機器を置き換えられる可能性が出てくるというわけで、かなりインパクトがある。でちなみにその 160Mbps ってちょっと信じられないぐらい速いので、信じられないので調べてみましたということで、後々実際に、どのくらい出るかというのを試してみます。してみます。で、ですね、あともう一つ、安いというのも、衝撃的なところです。で BSD ライセンスで提供されていて、Linux BSD 上で動作します。で、実はインテルって言いつつ、X86 だけではなくて、ARM とかパワー上でも動作します。で、Atom の上でも動いたりします。で、実際 ARM と Power に関してはどのくらい動くのかというのを僕は試したことがないのでちょっとはっきり分からないんですが、そういうふうに、拡張がされています。で、先ほどちょっと話しましたけど、専用機器に比べて非常に安価なサーバー上で同じような機能と性能を実現できる可能性があるので、ネットワーク業界にすごい大きなインパクトがあります。で、じゃあ次、生まれた背景です。で、さっきから言ったことですけど、専用機器が高すぎますよね。でそこに対してインテルさんは自社の CPU やニックを売りたいという要求がある。で、さらに、その DPDK を使って実際にアプリケーションを開発する会社さんとしては、河川に近かったネットワークのそういう専用機器の市場に、参入できるビジネスチャンスがあるというわけで、これらがちょっとうまくかみ合って非常に、盛り上がってきている。で、DPDK の初期の頃では、シックスウィンドウさんとかウィンドリバーさんが、このソフトウェアの会社として積極的にインテルと関わりながら DPDK を育ててきたという背景があります。で最近では、リナノさんが ARM のポーティングをしていて、 IBM さんがファーの、ポーティングをしているというような形で、徐々に広がりを見せてきているという状況です。で、今回のですね、 ARM のポーティングはリナノの主導で、下のリンクのところが行くと、実際コーディングのしているものが出ます。ということです。
で DTDK の歴史なんですが、ちょっとこれ僕の方で簡単に調べたものなので、特に古いものに関してははっきり、僕も知らないところがあるので間違っているところがあるかもしれないですが、チェンジログとか等々から見ていくと、大体2012年の11月ぐらいに最初のオープン版が公開されたようです。で、まあ、徐々にこう新しい製品が出てきているんですけど、まあ、せいぜいまだ2年ぐらいしか経ってなくて、比較的あの公開されてから新しいと。で、最初の頃ちょっと機能どんな機能なんですかって言われると、これまだここでは説明しないんですけど、まあ、最初の頃は主に、その DPDK 自身の機能の拡張、まあ、コアに関わるような機能の拡張が行われていて、で最近は徐々にその DPDK のアプリケーション側から使うときにあの便利な機能の拡張というものが行われてきているというような流れになっています。で、ちょっとここ面白いところなんでわざわざ書いたんですけど、DPDK のコミュニティは当然あるんですけど、ちょっと面白いことになっちゃっていて、最初インテルは、公式サイトを自分自身のホームページに持っていて、でソースコードのみを公開したんですね。で Git は非公開なので、毎回その DPDK1.2 から 1.3 に移ると Diff は自分で取れるんですけど、なんで変えたのかとかいまいちよくわからない、まま変わっていっちゃう。で、使ってる方からしてもなんかバグを見つけても、どうにもならないというか、そのインテルさんにまあ、サブミット仕様にもどうにもならない、口がないインターフェースがない、まあ、そういう口がないということだったので、で、DPDK1.4 の頃にシックスウィンドウさんが、まあ、オレオレサイトではないと思うんですけど、まあ、dpdk.org というのを立ち上げました。で、ここで独自にメーリングリストとか Git を提供して、まあ、このソースコードは実はインテルからの、ソースコードを引っ張ってきて、自分たちで公開して、で、ここからはちょっと大変なことになるんですけど、当然ないように、まあ、今までみんなこう、その、なんですかね、フィードバックをかけたかったわけですけど、その口がなかったので、今度 dpdk.org というのができたので、これにかけちゃえというので、みんなこのシックスウィンドさんのサイトに、投稿をし始める。で、そうするとインテルさんのソースコードと差分ができ始めちゃって、で、次インテルさんが次のバージョンの DPDK を出したときに、シックスウィンドさんはそのわざわざ多分その内部でちょっと パッチをもらってるんじゃないかとは思うんですけど、一生懸命マージして、コンフリクトを直して、もう一回、インテルの DPDK の上に自分たちの、コミュニティからフィードバックをもらったパッチを載せ直して公開するみたいな、すごい大変なことをしてたんですね。で、これで、まあ、一生懸命やった成果だとは思うんですけど、みんな dpdk.org をまあ公式サイトと認識するようになってきちゃったので、ついに逆にインテルさんが、もうここ公式サイトでいいんじゃないかみたいな雰囲気になっていて、今ここにもう新しいパッチを投稿し始めているという流れになってます。で、なのでインテルさん自身最初 Git を公開するつもり全くなかったっぽいんですが、今は Git を公開して、シックスウィンドさんにメンテナーもやってもらって、DPDK を育てているという状況になっています。で、当然こういう流れなので、シックスウィンドさんの何て言うんですかね、存在感が比較的コミュニティの中で大きい、ウィンドリバーさんも最初の頃はやってたんですけど、まあ、ちょっとここら辺のまあ、対応の違いでシックスウィンドさんの、存在感が大きい状況になっています。で、次概要の話をします。ですね、まず概要として、まあ、既存のフレームワークでが何がダメなのかという話からです。ちょっとこの辺実際の数字どこから出てきたのって言われると、ここまでと困っちゃうんですが、まあ、聞いた話としてお話しすると、まあ、例えばLinux 上でその比較的最新に近いようなサーバー、まあ、ジオンが動いていてみたいな CPU 上で、まあ、転送を普通にかけた場合、大体その64バイトみたいなショートパケットでない場合でも、その比較的大きなサイズのパケットでも実際にそのワイヤーレート 10Gbps なかなか出ないというのが現状なようです。で、なんでそこに到達しないのか、ワイヤーレートまでいかないのかという話なんですけど、で、まあ、これインテルさんからの、まあ、こうだと言っているのの理由として、割り込みによるオーバーヘッドがありますよね。で、まあ、最近は、まあ、それを低減するためのナビとかもありますけど、まあ、そういうものがあります。で、あとコンテキストスイッチが頻繁に発生して、それのオーバーヘッドがあります。あと TLB ミスが発生したりとか、CPU のキャッシュミスがあったりとか、まあ、こういうようなものが積み重なって、結局のところ、まあ、10ギガ、ワイヤーレート出ないですよ、ということです。で、DPDK のアーキテクチャの超基本なんですが、ちょっとこの後ブロック図も書いて説明してますけれども、
基本 UIO とか VFIO を使ったユーザースペースのデバイスドライバーです。で、まあ、それが DPDK というものですね。で、その上に実際ちょっとしたライブラリをかぶせて、アプリケーションを書けるようにしていると。なので基本はユーザースペースで全部済ませようとするもの、それが DPDK です。で、さらにユーザー空間からその、デバイスドライバーを書くだけじゃなくて、コアとかメモリとかも独自に管理しちゃおうというのが、Intel DPDK のすごく特徴的なところです。で、ここで、まあ、いろいろ頑張ってるおかげで速くなってると。で、ここで、まあ、どうやって速くなっていくのかというのをちょっとこの後お話しします。で、まあ、サーバーのソフトウェアなんですけど、まあ、サーバーの上でことをある程度今のところは想定しているソフトウェアなんですけど、まあ、UIO とか VFIO とか使っていて、まあ、だからちょっとユーザースペースデバイスドライバーとか言うと、ちょっと組み込みっぽいよね、という話があります。っていう強引にセリフにちょっと結びつけてみようかなと思ったんですけど、まあ、まずですね、これちょっとブロック図なんですけど、さっきそのメモリとか、デバイスだとか、コアをユーザースペースで管理させようとしているっていう話をしたんですけど、どうやってやってるかっていうと、あ、ごめんなさい、ちょっと僕これ一つ間違いありますね。ELBFS じゃなくてメモリです。ごめんなさい。下の緑の部分が実際のまあ、リソースですね、物理的なリソースで、その上に OS がいて、その上にユーザー空間があると思ってください。で、メモリを、上に見せるために HugeTLBFS というものを使います。で、 HugeTLBFS というのは何かっていうと、そのカーネルの起動時に、ブート時のオプションで、例えば1ギガのページサイズで10ページ欲しいとかっていうふうに言うと、そのカーネルの起動時にそのいくつか の、まあ、その10ページ分の連続物理メモリ領域を確保して、そこの TLB のサイズにその設定された1ギガとかにしてしまって、まあ、TLB のミスが発生しにくくなるようにする。 TLB サイズが普通4キロとかになってるのを1ギガとか大きなサイズにしちゃう。で、そういう連続物理メモリ領域を取るための仕組みが HugeTLBFS です。で、それをそのユーザー空間から実際、まあディレクトリとして見えていて、で、そのディレクトリ内にファイルを作ってそれをマップすると、その例えば1ギガのメモリーとかが取れるんですね。で、そこの TLB のサイズが1ギガに設定されているというような状況になります。で、まあ、その HugeTLBFS を使ってその上にメモリー管理の機構を作っています。で、ここで独自のメモリー管理をしちゃってるんですね。その連続物理メモリー領域が取れちゃってるので、その上でうまいことメモリー管理を作って、自分でリソースを上から欲しいって言われた時にはメモリのリソースはここでうまいことアロケーションして返してあげるというような仕組みになっています。で、まあ、ロックレスな記憶というのを提供していて、これも、高速化に、まあ、寄与している一つです。で、あとですね、そのこのバッファー管理っていうのはそのパケット用のバッファーなんですけど、そのバッファーを管理するためにこのロックレスな記憶とメモリ管理の仕組みを使っているんですけど、ですね、実はキャッシュラインとかその細かい、非常に多分今まで、普通のユーザースペースでここまでやったアプリケーション多分ないんじゃないかなっていうぐらい、キャッシュラインからそのメモリーコントローラーのチャンネル数とかランク数とかまで考えた、メモリーのアロケーションをする仕組みを持っていて、でこれらを使って、まあ、バッファーの管理をしているということをしています。で、次、CPU のアフィニティ、まあ、CPU をどうやって上から管理するかという話なんですが、実は DPDK はポーリングです。で、一つのコアスレッドが一つのコアを占有してしまって、ずっとその上で動き続ける。で、なので、コンテキストスイッチそもそもしないっていう、ポーリングですっていう、これすごく重要な特徴なんですけど、で、そのためにその CPU をあるスレッドを占有しなきゃいけないので、まあ、今まで既存のある技術でセットアフィニティとかいろいろ遊び方がありますけど、それらを使ってコアを占入しちゃう、スレッドからということです。で、あとですね、まあ、ここが最初の方に言ってた UIO を使った、UIO を使って実際にユーザーレベルでデバイスドライバーを書くということですね。で、このデバイスドライバーも実はポーリングされることを前提に作っていて、まあ、DPDK のアプリケーションをポーリングするという基本があるので、まあ、ポーリングされることを前提にしたデバイスドライバーという意味で、ポーリングモードデバイスドライバーかな、ポールモードデバイスドライバーですね、っていう PMD という略し方を DPDK ではするんですが、そういうデバイスドライバーを、まあ、UIO を使って実装しています。で、その上で実際にはその
なんですかね、デバイスが提供してくれるポートを仮想化するようなレイヤーみたいなものが、まあ、ポート管理のレイヤーが存在していて、でその上にさらに BDK 全体のライブラリーみたいなものが存在していて、でその上に、まあ、コーリングで動作するアプリケーションが存在するというのが、この DBDK の大きな、まあ、ブロック図ですね、になります。で、まあ、これによって NIC だったり CPU だったりメモリだったりとかを、まあ、ユーザー空間で全部管理しちゃおうということになります。で、実際にじゃあどうやって動かすんですかというので、多分皆さん、実際にどうやって動かすのかを見た方が、感覚がつかみやすいのかなと思ったので、使い方を実際に書いてきました。まずは、ヒュージーページを、ちゃんとマウントするために、カーネルのブートオプションにこんなものをつけます。これ、僕の Ubuntu の環境をそのまま書いたんですけど、まあ、デフォルトヒュージーページ、ページサイズが1ギガで、ヒュージーページのサイズが1ギガで、ヒュージーページが 10ページと言ってるので、10ギガ分のヒュージーページをゲットしてくださいと。で、このノーランドマップスっていうのは、ちょっとこの資料では提供しなくて書いてないんですけど、まあ、おまじないだと思ってつけてください。これをつけると、ちょっとマルチプロセスで DPDK のアプリケーションを書く場合に問題になることがあるという、まあ、問題があって、まあ、ちょっとこの理由はもしか知りたい人があれば聞いてくださいという話です。で、こういうのをつけて、FS タブの方には、マウントヒュージっていうディレクトリでとりあえずこれをマウントしてねという設定をして立ち上げてます。で、これが立ち上がると当然、マウントヒュージ以下にヒュージページ、ヒュージ TLBFS がマウントされていると。で、次に立ち上がった後に、UI を、ロードします。で、その後、DPDK、これ、もうコンパイルしてること前提なんですけど、その中に、IGBUIO という DPDK の提供する UIO のカーネルモジュールが存在します。なので、これをロードします。で、次に、ですね、このさっきの IGBUIO というのは何かというと、カーネルの通常、例えばですけど、まあ、あるニックを挿した状態でサーバーを立ち上げると、当然それに対応するデバイスドライバーが Linux の中に入っているので、そのデバイスドライバーがそのニックデバイスを管理している。で、それを、DPDK ではその IGBUIO というカーネルモジュール側に、そのデバイスを移して、管理を移してしまいたいと。今まで例えば、Ecen っていうインテルの、ネットワークインターフェースカードがあったとしたら、Ecen ドライバーという Linux のドライバーがこれを管理してるわけですけど、IGBUIO は Ecen はお前もうこれ管理しなくていいよと、このドライバー、デバイスは。俺が管理するかと言ってしまって、自分の管理下に置いてしまう。で、逆に言うと DPDK のアプリケーションを使っているポートは、普通の Linux のアプリケーションは使えなくなってしまうということです。で、実際に今これ、まあ、DPDK が提供している、そういうことをやるための、まあ、スクリプトなんですけど、現状を表示しろっていうふうにしたものなんですけど、これなんかありますね。今これ Ecen-E っていうドライバーの配下に、この、PCI のデバイスは存在してます。まあ、ギガビットイーサネットコントローラーっていう、まあ、これインテル、ニックです。で、これを、まあ、-B IGBUIO で PCI のアドレスとかっていうふうにして実行すると、こんな風に今度 DPDK の、配下にこの PCI のデバイスが移ったよという状況になります。なので今のこの状況だと、まあ、DPDK のアプリケーションから、まあ、このデバイスに対してアクセスできるようになったという状況です。で、ですね、次に、実際にこれで DPDK のアプリケーションから使えるポートが存在するようになったので、今度 DPDK のアプリケーションを立ち上げてみましょう。で、サンプルアプリが入ってます。テスト PMD というのが一番有名なサンプルアプリで、非常にいろんな多機能なものです。で、基本的にはテスト PMD の動きは、動作を開始した時点で、自分が扱えるポートを全部調べて、でそのポート間、2つのポートごとにペアリングしていって、各ポート間のデータ転送を実行するというアプリケーションです。で、今ですね、今いろんなオプションあるんですけど、まあ、重要なオプションだけ書きました。-C っていうオプションは何かっていうと、このアプリケーションを動作させる CPU のパワーマスクを指定してください。例えば、その、サーバーとかですと24コアとか、まあ、異常なコアが載ってるわけですけど、なんでここがすごいことになってるんですけど、実際にその24コアのうち何番目のコアと何番目のコアを使うのかというのをマスクで指定してあげる必要があります。
で、今これ僕はポート2つくっつけた状態で動かそうとしてるんですね。なのでポート、例えば0番から1番への方向への転送を行うスレッドと、1番から0番への転送を行うスレッド、2つ、まあ、スレッドが存在する必要があります。でなので2つ以上、まあ、マスクを書いてあげれば、まあ、十分なんですけど、まあ、これ F なんで実際にこれ4つぐらい指定してて全然余っちゃってるんですけど、これは適時自分のアプリケーションの必要な、スレッド数をちゃんと計算して適切な値を書かなきゃいけない自分でということです。で、マイナス N って言ってるのは CPU ソケットごとのメモリーチャンネルの数を書かなければいけないです。でこれはメモリーチャンネルの数までまさかこのアプリケーションに指定しなきゃいけないのって一瞬思われると思うんですけど、あのこれメモリーの取得をする際にちゃんとメモリーチャンネルの数を考えながら、なるべくその排他的に他のメモリーチャンネルが読み書きしているところに自分も読み書きしに行っちゃうと、まあ、そのロックというか待たされてしまうので、そういうことが発生しないようなメモリーのアロケーションをしているので、これはなるべくちゃんと適切な値を指定してあげないと、まあ、適切な速度が得られないということになります。でその後の VDEV というオプションなんですが、これちょっと今までとあの様子が変わっているオプションで、今、この前のページでポート1個しかないんですよね。でテスト PMD は基本的に、偶数な数のポートの間でこうペアリングして、2個ごとにペアリングしてお互いの転送を行うというものなので、これ1個だと困ってしまう。で、このイーサ PCAP0 の iFace イコールイーサ1っていうのは、実は仮想的なポートを追加しなさいというオプションです。で、これ何が起こるかっていうと、で実際にその libpcap っていう、まあ、ライブラリがありますけれども、イーサ PCAP0 っていうのは、その libpcap を使って、あるインターフェース、この場合ってイーサ1ですね。イーサ1を libpcap で読み書きして、その結果を、まあ、なんですかね、仮想的なポートであるかのように BPDK のアプリケーションに見せてくれる仮想的な、ポートを提供してくれるデバイスドライバーです。で、こういうふうにその実は、PMD には2種類あって、その実際の物理ポートに対する PMD っていうのはもちろん書かなきゃいけないんですけど、それ以外に仮想的な、まあ、デバイスなりポートなりを提供するような仮想ポールモードドライバーみたい なんかそういうものも書けるんですね。で、PCAP っていうのは実はそれらのうちの一つです。でこれによって、まあ、例えばですけど、まあ、これちょっと、この前に書いてたかな。これ、なんか書いてないですね。例えば、書いてある。これ P4P1 っていうインターフェース名で最初あったと。で、これを持っていってしまってなくなりましたと。で、もう一個の方、ちょっとEther0、これ今Ether0なんで、これ本当はEther0って書いておけばよかったかもしれないですね。で、これEther0って書くと、実は、PCAP、PMD の存在してないデバイス、に対してもこの libpcap を使ってアクセスできるようになる。まあポールモードドライバーは基本的にその、チップごとにデバイスドライバーなので当然違うので、自分で書いてあげなきゃいけないわけですけど、でもインテル以外の NIC を使いたい場合どうすればいいのとか、そういうことは当然ありますよね。でそういう時にこの pcap を使ってあげることで、まあ、pcap pmd を使ってあげることで、インテルが提供しないような、まあ、デバイスも扱えるようになる。ただし、ポールモードドライバーと違って libpcap を使ってファイルの入出力みたいな形でやるのですごい遅いです。なのでテスト用途だけで本当に速度を出すためにはやっぱり、PMD を自分で書いてあげなきゃいけないというのが実情です。でただまあ今回テストなので、まあ、こんな形で、2つのポート間2つのポートアタッチした状態でテスト PMD を動かします。でこうすると、さっきアタッチした020っていう PCI のアドレスと、ESA1 との間で、まあ、こうデータ転送が始まりますよということになります。で、まとめというか、まあ、まとめですの一番として、まず UIO とか VFIO を使ったユーザースペースデバイスドライバーという話ですけど、DPDK は。まあ、本当に早いのという疑問が当然多分出てくるでしょう。で、まあ、UIO とか VFIO とか使ったら普通遅そうだよねみたいな、そういうものですね。あとユーザー空間から独自のリソース管理をするっていうのはどうやってやってるのという話があったと思うんですが、まず、UIO とか VFIO を使って早い理由はコアを潜入してポーリングしちゃうことです。割り込みを使わないから、早い。でどうやって独自のリソース管理をするのかっていうのは、まあ、3種類あってコアを潜入するためには既存な CPU アフィニティ用の API を使います。でまあ、メモリに関してはヒュージティエルベフェスを利用して、まあ、物理メモリを直接マッピングしています。
で、あと獲得したメモリ上に独自のメモリ管理を構築してますということですね。あ、ごめんなさい、これ UIO に関しては、あれですね、NIC に関しては UIO を使って、前日するという形ですね。で、まとめです。で、結局 DPDK ってなんで早いのって一言で言うと、ポーリングです。ポーリングが早い、まあ、ポーリングは早いよね、それはっていう話なんです。で、ポーリングをいかに効率的にやるかっていうのが DPDK のもう本当に、ミソみたいなところになっていて、まあ、効率よくポーリングさせるために、まあ、ポーリングなら例えば割り込み駆動しないよねっていう、まあ、そもそもこれはやポーリングでそういうもんだしっていう話が一つと、まあ、ポーリングで1コアの上で1つのスレッドがポーリングしているので、コンテキストスイッチしない、ずっともうそのコアをがめてしまって動いているので、そういうのでコンテキストスイッチも発生しない、でなおかつキャッシュにも乗りやすくなるとっていうようなことをして、結局ポーリングが、まあ効率的に行われるようにするためにロックしないとかキャッシュミスを減らすっていうようなことが、まあ、DPDK を効率的に動かす、まあ、仕組みになっていると。で、実はですね、これアプリの実装時にも意識しなきゃいけない、これらは、全部その DPDK のライブラリの中で隠蔽されているのかっていうと、実はそうでなくて、アプリ屋さんにも頑張ってもらわなきゃいけない仕組みです。で、次、詳細としてアプリの作り方をお話しします。で、典型的なアプリの、作り方は2種類あります。一つは Run to Completion モデルっていうものです。で、これどんなものかっていうと、まあ、RX のポートと TX のポートがあったとして、この間でパケットを、まあ、RX か TX 方向にパケットを流したいと思います。で、その場合に、これを RX から受信して TX に投げて、また RX に戻って RX から受信して TX に投げることをひたすら繰り返す DPDK のスレッドを作る。で、これによって、まあ、例えばですね、これは物理ポートだとしたら、ここから入ってきたポケットがこっちに出てくるわけで、まあ、変数ができているでしょう。で、こういうふうな一つのスレッドで RX から TX まで完結させてしまうものを、Run to Completion モデルと言います。で、まず非常に単純なので、早いんですけど、複雑なことをすると、ここをパケット受け取ってから複雑な処理して時間かかってしまって TX まで行ってとかってやると、全体としてそのパフォーマンスが出なくなってしまうので、単純なことをするにはこれで十分です。で、あとですね、各ポートにアクセスできるのは1つのスレッドまでという DPDK のすごく厳しい制約があって、実はこれ、ここに、まあ、実際にポートにアクセスするためには、ユーザーレベルデバイスドライバーですね、PMD にアクセスするわけですけど、PMD が、の実装の、前提として同時にアクセスされなくて、同時にアクセスされることは考えなくていいよっていうふうに、まあ、DPDK では定めていると。なので、ここに存在している PMD が複数のスレッドからアクセスされるとおかしなことになってしまう。なので、ここで存在できるのはたった1つのスレッドしか存在できない。だからここを並列化して高速化を図ろうとしてもダメなんですね。っていうわけで、ちょっとこれ使いにくいよねというようなモデルです。で、次に、パイプラインモデルというのが、ありまして、で、このパイプラインモデルの場合は、まあ、RX から TX に流れる間に、まずここにアクセスできない1つのスレッドしかアクセスできないので、受信専用のスレッドをかけます。同様に送信に関しても同じように1個しかアクセスできないので、送信専用のスレッドをかけます。で、ここの後がちょっとミソなんですけど、ロックレスな Q って Q 構造を置いてあげて、この Q 構造の後に実際にそのパケットを受け取って何か処理をして加工をして、もう1回 Q に渡すということを繰り返すスレッドを並列しておくというようなことが、まあ、パイプラインモデルというものです。で、まあ、パイプラインモデルというのは、まあ、一般的にこう、急でつなげていくものをパイプラインモデルというんですけど、まあ、こういう構造ができます、パイプラインモデルを使うと。で、ここのコアも、1コア占有してしまいます。なので、これを見るとここだけで 1,2,3,4,5,6,7,8 個も使っているとコアを、こんだけのことをやるためだけに、なんか早くて当たり前だろうって気がするんですけど、こういう感じですね。で、まあ、あとこの、こういうような仕組みだと、ここで転送順が乱れたりする可能性ありますよね。当然、こっちのコアの方が早く終わっちゃったりとかして、本当は、なんだろう、先に来てたパケットが後から出てくるとか、そういうことがあり得るので、こういうような仕組みにしちゃう場合には、何らかのその順番を入れ替えるような仕組みがまた必要になっちゃいます。で、さらに言うと、ある程度、その、処理能力を考えて、どこにどの程度、
なんていうんですかね、どこにどういうふうにリソースを配分するか考えなきゃいけないんですね。この受信専用スレッドは多分1個なの、1個でここにフルフルアクセスするのでめちゃくちゃ早いんですけど、受信の送信もめちゃくちゃ早い、多分普通に考えられる分には十分なぐらい早いんですが、ここでまあ単純な処理を1個のスレッドでやるのか、さらにキューでつなげてなんかわかんないですけど、なんかするにしても、まあ、そのスレッドがどの程度の、パケット処理能力があるかを考えながら、うまいことつなげていってあげないと、何かでボトルネックが出てきたりするというわけで、なんか非常にあのリソースを事前にアロケーションして、そのアーキテクチャを考えるみたいな形なので、なんかちょっと昔の組み込みっぽい形になってます。で、実際ここら辺からが、まあ面白いところなんですが、実際どうやって高速動作してるんですかっていう話です。で、まあ、ポーリングをいかに効率的にさせるか、それが高速化の肝なので、DPDK の場合、まずロックしない仕組みというのが重要になってきます。で、さっき出てきた Q のことを、実はリングと DPDK で呼んでます。で、このリングはもともと Linux とか BSD で使用されてきたロックレスな Q があって、でそれをベースにして、さらにスレッドがコアを潜入するという条件を加えることで、まあ、もっと、早く動くように、したものです。で、この Q、まあ、リングですね、リングに対しては、まあ、プロデューサーって人が、コンシューマーって人がまあいるとして、プロデューサーデータを突っ込む人ですね。で、コンシューマーはそのデータを使う人なんです。で、シングルコンシューマーでもいいし、マルチコンシューマーでもいいし、シングルプロデューサーでもいいし、マルチプロデューサーでもいいと。まあ、そういうような形、比較的使い勝手が良さそうに見えると。で、シングル、マルチに関わらず、ロックレスでデータを、やり取りできる。なので、すごく便利そうに話を聞くと見えるんですが、実はですね、そう、これ書いてありますね。マルチ環境では完了するまでロックはしないんですけど、BGP とすることがあるというものがありまして、ちょっとまあ、リングもなので、こういうことがあるんだよっていうのを知ってもらえるみたいな。で、実際に、ですね、このリングを使用する際での制約を、すごく正確に書くと、まあ、マルチプロデューサーにてあるリングに対して、まあ、遠距離でパケットを突っ込むスレッドは、まあ、同一のリングに対して同じようにマルチプロデューサーで、まあ、パケットを突っ込もうとする別スレッドにプリエンプトされてはならないという、まあ、ちょっとこれなんか言葉にして皆さん分かりにくいかと思うんですけど、要はそのあるリングに対してデータを突っ込んでる最中に自分自身が他のスレッド、それもその Q に対して何か操作をしようとしている他のスレッドにプリエンプトされちゃうと困ったことになってしまいますということを言っています。で、同じようにコンシューマーに関しても同じような条件があります。で、DPDK ではつまりこれこんなことは起こらない。なぜならば1スレッドで1コアを占有しているので、そもそもあるリングに対してアクセスしている最中に他のスレッドに、まあ、他のタスクに自分自身がプリエンプトされることはそもそも存在しないので、まあ、DPDK ではこんなことは絶対起きないんですけど、まあ、こういうようなリングの特性で、これをよく分かってない と、こういうものを例えば DPDK のアプリケーションを自分で書かなきゃいけなくなったときに、ここを Q じゃんと、で、ここで Q じゃんと、で、ここで1個ずつスレッド潜入しなきゃいけないでしょうと。でももうスレッドの数が、CPU を1個ずつ潜入しなきゃいけないと。で、でも CPU の数が残り2つしかないけど、ここの並列度をもっと上げたいから、普通にコピースレッドクリエイトして、スレッド作って、ここで渡しちゃえばいいじゃんと。いうことを考える人はきっといるとは思うんですけど、そういうことをすると、一つのコアの上で複数スレッドが動く可能性が出てくるので、その後 Q へのアクセスがさっき言った条件にマッチしなくなってしまう。おかしくなってしまう。なので、本当にこう、これ一個一個にコアを一個ずつ割り当てなきゃいけないというのが DPDK です。でですね、あとロックしない仕組みというわけではないんですけど、まあ、もうこれ PMD の、アーキテクチャですというか、仕様ですなんですが、まあ、ポートにアクセス、コールモードドライバーですね。コールモードドライバーは、複数のスレッドが同時にアクセスされることはないよ。そういう前提で作っていいですよっていうふうになっているので、まあ、そういうふうに、そういうことをすることによってロックを減らしているということですね。で、次、まあ、ロックしない仕組みも重要なんですが、同時にキャッシュにうまく乗せていくという仕組みも、ポーリングを、早くさせるため、まあ、効率的に動かすためには重要です。で、まず TLB のミスの発生回数を抑えるために、さっき言ったヒュージ TLBFS を使っています。で、まあ、実際にその4キロとかいうサイズじゃなくて2メガとか1ギガの TLB を使うので、
まあ、あの TLD ミスの発生回数が減りますというふうなことになっています。でちなみにさっき DPDK のアプリケーションを立ち上げる例を書きましたけど、あの例で立ち上げると、10ギガのページ全部ガバッと取っちゃおうとします。DPDK のアプリケーションは。なので複数のアプリケーションが同時に動くときには、俺こんぐらいしかいらないからっていうのを最初に言わないと、全部のメモリをアロケーションしようとするので気をつけてください。でこれちょっとハマります。あれおかしい。なんで動かないんだろうみたいなことが、起こります。でもう一つキャッシュの活用として、今度はデータキャッシュですね。コアとかの CPU のデータキャッシュの話です。でさっきちょっとだけ話したんですけど、キャッシュのアライメント、まず64バイトだとかっていうような、キャッシュのアライメントと、あと、まあメモリーコントローラーのチャンネル数とランク数を意識してメモリーの割り当てを行うと。これちょっと、プログラマーズガイドから持ってきたんですけど、ここが、チャンネル0101っていうナンバー、並びで並んで下がランク0123、まあ、4つランクがあるんですね。というようなメモリの場合、なんかこう最初の、オブジェクトはチャンネル0のランク0から割り当てるんですが、次のものは意図的にここにパディングを行ってチャンネル1のランク1から割り当てるというような、こういうことをちゃんと全部計算しながらメモリのアロケーションする際に、割り当てている。なので、まあ、そういう意味ではそのメモリにアクセスした際に速度が低下しないように頑張っているという、なかなかすごいことをやっているんですが、ちなみにあとヌーマ構成とかもちゃんと考えてメモリのアロケーションができるようになっていて、さっきその、アプリケーションを立ち上げる際にマイナス C のマスクでどのコアを指定するかというのが指定できるという話がありましたけど、例えばソケット1番の CPU を4つ使って、ソケット0番、ソケット0番を4つにしましょう。ソケット0番が4つ、ソケット1番が2つとかってなった時には、ソケット1の下のメモリーからは100メガバイトで、ソケット2、ソケット、ごめんなさい、ソケット0の方からは100メガバイトで、ソケット2の方からはその2倍の200メガバイト取るみたいな、そういうどのコアで主にこのアプリケーションが動くんだろうとかっていうのを考えながらメモリーを取ってきたりする。で実際にそのメモリをアロケーションする際にはソケットの番号を指定して、ここから欲しいとかっていうふうにアプリケーションが指定することもできます。ソケット0番から取りたいんですけどとかっていうようなことを命令することもできます。で、もう一つ、ですね、コア別にですね、まあ、バッファリサイクル用の特別な級を持っていて、これによって、高速化も、図っています。でちょっとこの話複雑なのでちょっとこの後何ページかにわたって書きます。ですね、もちろん DPDK はマルチプロセス、マルチスレッド対応です。で、まあ、複数のタスクから共有されるようなデータはどうしても存在するので、でそれらは、まあ、QGTLBFS 上の共有メモリーに置かれています。でただなるべく一つのデータにみんなから同時にアクセスはしたくない。でそれを防ぐための仕組みです。でですね、バッファーといってるものも実際にはさっき言った、まあ、キャッシュの、まあ、キャッシュのアライメントだとかメモリーチャンネルだとかを意識して元々取ったバッファーなんですけど、それらをまとめてメモリープールという単位で管理しています。で、そのメモリープールにアクセスする際に、リングを通して行いましょう。で、このリングっていうのは実際何を管理しているかというと、未使用のバッファーが何なのかを管理すると。で、これはリングはさっき言ったようにロックレスなので、で、みんなが同時にアクセスできる、高速に。なのでバッファーを開放する際にはこのリングに対して、このバッファーいらなくなったよって突っ込みです。でそうするとロックレスでパッパッと書いてる。逆に獲得するときにもうどれ使えるのっていう、使ってないやつくれとリングに行ってもらうというようなことをします。なのでまずこのリングを使って、ロックレスに、バッファーの取得開放を複数のタスクから同時に行えるようにしているというのが一つ目の、仕組みです。でですね、たださっき言ったようにその複数のタスクからリングにアクセスするとビジーウィルしちゃいますよねということはありますよね。でこれって高速にパケット通信してる際にはこのパケットの取得開放はすごく重要なので遅くなっちゃうんじゃないのっていう話があるんですが、ここでスレッドごとに、まあ、そのバッファのキャッシュみたいなものを持ってるんです。で実際に開放しに行かないリングに対して、まあ、いくつかのスレッショードがあるんですけど、あるスレッショードに達するまではここにしか返しに行かない。で、あるスレッショードに達すると、こっちに返しに行くんですけど、まあ、ここへのアクセスを、
ここへのアクセスを劇的に減らそう、リングに対するアクセスを。そのための仕組みがこのリサイクルキーと言っているものです。で、これを使うとどうやらすんごい速くなるらしいというのが、まあ、聞いた話で、ちょっとどこから聞いたかとかは言えないんですけど、劇的に高速になるそうです。で、次に、SSE を利用しましょう。インテルさんなので、まあ、ここら辺はやっぱ得意なところなんでしょうけど、まあ、いろんなところで SSE を使ってるらしいんですが、僕が気づいた一例としては、メムコピーのラッパー関数を用意してます、わざわざ。で、使い方全く一緒なんですけど、引数全く一緒で、ヘッダファイルに収まってて、まあ、そういう意味ではそのヘッダファイルさえ持ってくれば、どこの関係も使えるコードなんですけど、この SSE を使ってメモリーコピーを最適化しようと。で、実際にこれ、試しました。バッファーコピーする、まあ、バッファーのサイズ と、これ1バイトコピーするのにかかった時間を書いたんですけど、RT メムコピーの場合ですね、このインテルの提供するメムコピーの場合、普通のメムコピーに比べてこれ半分とのやらないまでもかなり速い。で、こちらもですね、だいたいこのぐらいまで256バイトぐらいまでですかね、これ192バイトまでか、このぐらいまでは、総合してみるとかなり速い優秀なメムコピーを実装されています。で、ちょっとこれグラフにして非常に分かりにくくて、後で資料で見てくださいって感じなんですが、この青い線ちょっと見えないですね、多分ね、この辺と赤い線に比べて青い線はこんぐらいを走ってます。なので非常に優秀です。で、ただ、256バイト超えたあたりからはあんま変わらなかったりするという状況になります。で、実はこのデータ、結構な回数で試行して、取りました。平均を取って。で、実際その標準偏差とか取ってみたりもしたんですけど、大体、この辺、ちょっとはっきりここに書いてないんですけど、この128バイトぐらいまでの間は、この普通のメムコピーの標準偏差に比べて、大体2標準偏差以上離れてる、標準偏差が。なので、相当安定して速いという状況です。で、まあ、速いですよ。でですね、まあ、こんないろんな高速化の手法を今まで説明してきたんですけど、まあ、これがもたらす制約も当然あります。まずさっきから何度も言ってるように1スレッドで1コアを潜入しなきゃいけない。これはすごく重い制約です。で、まあ、これなんでこういうものが出てくるかっていうと、リング自体が、まあ、スレッドがコアを潜入していることを前提にした実装です。あと前日のように、まあ リングっていうのが DPDK の基本的な、本当に基本的な、なんですか、ツールになっちゃっているので、これを使わずにアプリケーションを書くのは非常に厳しい。なのでリング、まあ、スレッド1コアっていうのは多分なかなか破れない現状では。で、あと同一ポートにアクセス可能なのは1スレッドまで、まあ、1スレッドつまり1コアまでという制約もあります。これは PMD がそういうふうに実装されちゃってるからという重い制約があります。で、じゃあ次に、PMD の書き方というので、実はこのさっき言ったように物理的なデバイスに対する PMD ももちろん存在してるんですけど、自分たちで仮想的なデバイスを規定してあげて、それに対する PMD を書くこともできます。で、僕はちょっとこの前 WebNullLike な PMD というのを書いてみました。いくらでもパケットが吸い出せるし、いくらでもパケットが捨てられる、本当に WebNull みたいな感じの PMD です。実際も投稿してみたんですけど、なんかいまいちこうマージされるのかされないのかよくわからないみたいな放置状態なんですけど、まあ、こんなものを書いてみました。で、まあ、自分で PMD を書けば、ちなみにインテル以外のニックでも当然動くので、ぜひ皆さんがこういうのを書かなきゃいけなくなった時の参考にしていただきたいなと。ちょっと今時間が、もしも少しだけ紹介を、そんな難しくないんです、PMD の書き方は。ちょっとパッチベースで申し訳ないんですけど、もうほとんど定型みたいなものがあって、同じものをほぼ使い回せます。で、ただ、気をつけなきゃいけないのもあんまないんですけど、まあ、ここら辺に名前を書かない、ここら辺がその何ですかね、Linux のデバグラーでいうところの最初のプルーブのところがあるかと思うんですけど、似たような構造をしていて、最初に、まあ、プルーブして、まあ、コンフィギュアが走って、でその後実際に使われるようになる。
という形です。で今これイーサヌルっていう名前で PMD を定義しています。で PMD VDEV って言ってるのはこれは仮想デバイスに対する PMD なので、VDEV になってます。これが PDEV になると実際フィジカルのデバイスがターゲットになります。で RX とか TX しているところがあとはまあちょっと見せれば、どんな動きかなというのが分かりやすいかと思うんですが、例えば TX に関してですね、もう TX に関しては、ですね、まず送信しなきゃいけないバッファーとその数が渡されて TX が呼び出されます。そうするとその全ての数分だけパケットを単に振りしてもらうという、まあ、デブヌルなので、こんな形ですごく簡単に書けます。でまあ、実際のデバイスだとここはちょっと書くの大変だったと思いますけど、そんな形で書きます。で、次、限界性能について、最初の頃にその本当に 160Mbps も出るのかという話をしたかと思うんですけど、このデブヌルの、ヌル PMD を使って測ってみました。で、どうやって測るかなんですが、テスト PMD はさっき一度お話ししたように2つのポート間でパケットをこう相互に投げ合うというスレッドを2つ立てます。でこのポートがもしもヌル PMD だったらどうなるんだろうと。ヌル PMD は単にパケットを、欲しいって言われたら欲しいって言われた数だけすぐさまパケットを単にアロケーションして、まあ、テスト PMD に返したり、でテスト PMD はこちらに向かってポートを投げるわけですけど、こちらもヌル PMD だと単にそのパケットが解放されて即座にもらう。なのでこれはここのポートというか、まあ、実際にもしもこれがフィジカルポートだとしたら非常に高速に動作する、まあ、フィジカルニックがついている状況と、透過です。でなのでこの状態でテスト PMD を動かすとまあまあ限界性能に近いところ見えてくるんじゃないのというのがこれにやりたいことです。でなんですがちょっと本当はゼロコピーのバージョンを用意したかったんですけど、後々でちょっとデータを見たらですね、これワンコピーしてるののデータしか僕の手元に残ってなくてですね、残念ながらワンコピーをこの間にしています。なので普通よりか若干、まあ、想定されるものよりか若干遅いはずです。でワンコピーした時の結果なんですが、まあ、こんな変装方法で、まず測定環境がジオンの、まあ、E5 って比較的というかめちゃくちゃいい CPU なんじゃないかと思います。で HTLB に割り当て40ギガも割り当てても大丈夫なサーバーというすごいサーバーで実験しています。でそうすると大体64バイトの、コピーが発生しているケースで52Mbps ぐらい出ている。160にはいってないんですけど、ただワンコピー入れてるしどうなんだろうというところなんですが、まあ、でもワンコピーで 160Mbps、うん、まあ行くのがいけないのはちょっと僕は分かんないですけど、まあ行かないかもしれない。ただもしかしたら 160Mbps とか PPS っていうのはそもそも1コアじゃなくて複数コアで実現したものを言っているのかなという、どういうことなんだろうって、コアあたりなのかどうかっていうのはちょっとはっきり書かれてないのでよく分からないんですが、ここの書いてあるのはコアあたりの精度です。1コアでこんだけ出せると。なのでこれが複数コアで複数ポート存在してれば当然これが売買化して、まあ誰がそのオーナーを整えるんだよみたいな話があるかもしれないですけど、パケットの順番さえ気にしなければ、まあ、160Mbps 出ていくだろうねっていう気がします。でそもそも 160Mbps の場合本当に実測で一つのポートで測っているとすると 80Gbps 以上出なきゃいけないので、そんなニックは存在しないので、まあやっぱり複数コアで、まあ、複数ポートで 160Mbps と言っているのかなというような気がします。ちょっとはっきりこの辺わからないですが、まあ、実際テスト PMD を使ってヌル PMD と組み合わせて動かしてみると1コアで64バイトでも 52Mbps 出る、まあ、これ十分な速度なんじゃないかなと思います。どうやって測りました？実際にですね、そのテスト PMD、まあ、どうやって測ったかというと簡単です。ヌル PMD という PMD をまず書きました。でヌル PMD はポケットを取得して開放することしかしない。でそのヌル PMD をテスト PMD というその、まあ、サンプルアプリケーションがあります。でそれに対してアタッチした状態でテスト PMD を動かします。でこれですね。でそうすると2つの流れがこれにできます。でここが実際に、テスト PMD を動かした後に、まあ、どのくらいパケットが流れているかというのスタッツを見れるんですけど、それをまあ時間で割ってみて実際にどの程度パケットが流れたかというのが測っています。でこんぐらい出るという形ですね。でじゃあ、ちょっとここからアペンディックスで、まあ、もう性能の話とかではない、性能の話若干関係してくるんですが、ちょっと毛色の違う話をします。ですね。まあ、
実はネットワーク屋さんの間では SDN NFV っていうキーワードが、まあ、最近すごく注目されていて、 SDN っていうのはオープンフローのスイッチを使った、まあ、ソフトウェアディファインドネットワークっていうんですけど、今までのルーターよりいろんなルーティングができるようなスイッチあったらいいよねっていう感じにするだけなんですけど、でそれをオープンフローという仕組みを使って実現するソフトウェアスイッチが、まあ、最近注目されています。で NFV っていうのは何かっていうと、 VM 上で例えば特定のファンクション機能を実現して、まあ、一般的によくある形は、ホストの中に SDN で、まあ、ソフトウェアスイッチが入っていて、オープンフローのソフトウェアスイッチが入っていて、同じホストに VM で、ある機能が実現されている。で例えばですけど、まあ、DNS の機能を NFV で実現することがあるのかよくわかんないですけど、例えば、DNS の、処理をしてほしいというパケットが入ってきた場合には、下の側のソフトウェアスイッチで NFV に対して、その機能を、まあ、DNS の解釈をしてとお願いして、 VM の中で、それらを解釈し終わったら、それをまたソフトウェアスイッチに返して戻してあげるみたいな形で、ソフトウェアスイッチの上に VM をとにかく置いて通信するというのが流行りみたいです。でなので、実はその、これを DPDQ に当てはめた場合何が問題になってくるかっていう と、DPDQ アプリケーション、これが例えばソフトウェアスイッチだと思ってください。このソフトウェアスイッチと VM 上の DPDQ アプリケーションがなるべく高速に通信できないといけないっていうのがネットワーク屋さんの課題になっています。でこれを、どういうふうに DPDK では解決したかっていう歴史的な経緯を含めて、ちょっと説明していこうと思います。で当初本当に DPDK が出た去年とか1年半ぐらい前の段階では多分こういうやり方がしかなくて、まず、QM には E-SEN っていうその元々選べるネットワークデバイスがあります。 E-SEN はインテルのネットワークデバイスをシミュレートした、QM のなんですかね、仮想ネットワークデバイスなんですけど、その E-SEN をつけてあげて、QM に E-SEN をつけた状態で VM を立ち上げて、で E-SEN は下回りでタップに出せるんですけど、そのタップに出してあげる。でタップの先を PCAP PMD っていうさっき の、 あの LibPCAP を使ったものでタップを直接読み書きするというのでつなぐ。で上側にはこのインテル、 E-SEN はもともとインテルのニップなので、その E-SEN に対するデバイスドライバーをもともとインテルが用意してくれてたので、その E-SEN PMD、これ実は E-SEN PMD という名前ではないんですが、ちょっと分かりやすいので E-SEN PMD としてつけてください。で E-SEN PMD という、デバイスドライバーを使って、この上の DPDK アプリケーションを動かす。でこれをやるとどうなるかというと、ちょっとこれあの図を書いたんですけど、DPDK1 なのでホスト上のアプリケーション、 DPDK アプリケーションですね、こっちのアプリケーションからこっちに対してパケットを送る場合の流れを書いてます。まあコピーがでですね、このクロス線何って言われると、コンテキストスイッチが発生するところですね。例えばユーザー、ホストのユーザー空間からホストの関連空間に移るときには当然コンテキストスイッチが発生と。で逆にホストとゲストとかの間でももちろん KVM の仕組みを使わなきゃいけないのでコンテキストスイッチが発生と。というわけでこのクロス線をまたぐとコンテキストスイッチが発生して重い処理だと思ってください。でなおかつこれ PCAP PMD の場合は、まあ、これコピーをしてタップデバイスにコピーをして、でこれを読んでる QM の、ホスト上で動いてる QM のなんですかね、E-SEN の実装ですよね、の中でこれらを、読み取って、でここに KVM の割り込みをかけて、と同時にゲストの、カーネル空間に対してパケットバッファーをコピーしておいて、この割り込みは KVM を介して、まあ、ゲストのカーネル空間、ゲストのユーザー空間に通知されて、でようやくあなんかパケット来たらしいぞって E-SEN PMD が気づいてコピーをここから行って、で普通あのレジスタのクリアしに行くのは皆さんちょっとご存知、よくやられていると思いますけど、なんか受け取ったよっていうのを書きに書いていきたいので、レジスタアクセスを発生させて終わりになると。なのでこう見ていただけただけでもこれは重そうだなというのがよくわかると思います。で実際これやる と、かなり長いパケットでも確か1ギガも全然出ないぐらいしか出ないんです。で、ですね、今度これをですねバーター用ネットっていうのを置き換えよう。今まで E-SEN っていうデバイスを使ってたんですけど、QM はもう一個バーター用っていう、ネットワークデバイスも使えるようになっていて、でバーター用ネット PMD っていうのが実は DPDK は持っています。なのでバーター用を直接扱う、ネットワークコールモードドライバーが存在します。でこれがある場合、じゃあどう何が変わるかっていうと、まあ、これにずっと一緒です。でこのままコピーしてきて、最後あパケットが届いたのね、あじゃあコピーしたよって言って書いて、
今まではここでもう一度パケットを受け取りましたからっていうふうに返事を出してたんですけど、この返事がいらなくなった。バーター用ネットを使うことによって、でこれはそのある値を直接見ることによって、そのレジスタアクセスを使わないようにバーター用ネットっていうのを定義したからということなんですが、ちょっとバーター用ネット多分知らない方、結構いらっしゃると思います。皆さん今ちょっとバーター用ネットを知っていることを前提にお話ししてしまったんですけど、バーター用ネットは、普通の E 線みたいなデバイス、まあ、実際のハードウェアをシミュレーションする、シミュレーションした場合、当然すごくいろんな必要ないレジスタアクセスをしなきゃいけなかったりとか、まあ、仮想環境上で少なくとも最適に動くものではないな、あくまで物理デバイスをそのままシミュレーションしようとしているので、ただその代わり、例えば E 線のドライバーがそのまま使えたりだとか、Linux のっていう恩恵があります。でただそれだとあまりにも遅いので、仮想環境上でなるべくこういうさっきのコンテキストスイッチみたいなのを発生させないようなデバイスを、仮想デバイスを規定しちゃえというふうに、ラスティーラッツェルさんでした、なんか、まあ、どなたかがその考えて、オープンソースのコミュニティでこんな仕様でどうですかっていうふうにみんなで、まあ、合意を取って、各 QM とかその VMware とかそういうメーカーはその仕様に基づいたバーター用ネットデバイスを実装したと。で同時に OS 側の人たちはその仕様に基づいたデバイスドライバーを書いたわけだと。それによって、今だとその QM 上でバーター用ネットのデバイスっていうふうにアタッチして、ネットワークをアタッチして、まあ、VM を立ち上げると自動的に普通に OS の中にそのバーター用ネットのデバイスドライバーが入っていて、そのちゃんとバーター用ネットのデバイスが使えるようになっているというような形で、バーター用ネットはもともとその仮想環境に特化した、まあ、ネットワークデバイスです。でそういうものを使うとこんな風にちょっと早くなります。でですね、次、このバーター用ネットでもまだちょっと遅いぞという人たちがいて、で V ホストネットってちょっとまあなんかバーター用なのか要素なのかなんかよく分からなくなってくるんですが、まあちょっと似たような仕組みがあります。ちょっと似たような仕組みというか、バーター用ネットの送受信に関して言うと、今までバーター用ネットでやってた仕事を、V ホストネットというホストのカーネル空間で動くカーネルモジュールに逃がしちゃうという仕組みです。これどういうふうに僕はちょっと次のページで見てもらうのが分かりやすいので、ここに説明します。ですね、今までここでタップドライバーがあったというこのタップクライアントと、実際にそのパケット処理をしている部分は QM の中にあったんですね。でなのでここからカーネル空間からユーザー空間に戻って、またカーネル空間に戻ってとか、でここで通知を行ってというのをしなきゃいけなかったのが、全部か、これゲストホストのカーネル空間内で済んじゃってしまう、済んじゃう。でここの中で V ホストネットの中でここからパケットを受け取って、今度こっちにパケットバッファにコピーして、なんか来てるらしいよって割り込みを出してあげて、あがさっきと一緒です。こんな形で V ホストネットというのを使うと、さらに速くなる。だから最初の頃に比べるとだいぶスッキリしてきた感があるんですが、で、ですね、まあ、これでもまだ遅いというふうに、これインテルの方が考えたんですけど、とても頭がいい仕組みで僕は初めて見た時にびっくりしたんですけど、ここにあった V ホストネットっていうのは、まあ、カーネルモジュールで実装されてたわけですけど、QS っていうその、ユーザーレベルでキャラクターデバイスを実装する仕組みがあります。ユーザー、あ、まあ、ユーザー QM から見ると V ホストネットは未だに存在してるかのように見える。ただ V ホストネットのデバイスファイルにアクセスすると、この QS の仕組みを使って別の、まあ、ユーザープロセスがこの今まで V ホストでやってた内容と同じことを QS 経由でこう返してあげることができる。で、ここで今まで V ホストネットがやってた仕組みをこの QS を使ってこのアプリケーションの中にそのまま書いちゃえばいいじゃん。で、こうすると、バーター用ネットは、まあ、このデバイスドライバーはですね、あのバーター用のデバイスに対してパケットを転送したつもりになってるんですけど、実はここに一気に転送されちゃう。で、実際ちょっと隣のページで見てもらうと分かりやすいと思うんですが、あ、ただこの仕組みを使うとですね、今までここで、まあ、ありにドライバーとデバイスの関係をですね、あのプロセス間に広げちゃってるんですけど、今まではここにドライバーがあってここにデバイスがあった。でデバイスからするとドライバーがここにパケットを置いたんだけどって言われた時に、当然ゲストのメモリー空間なので、このデバイスの QM から見るとアクセスできるメモリー領域なので、ああ分かった分かったってコピーをしたりとかできてた、まあ触ることができた。でただこのコードがもう外に出ちゃったので、この DPDK アプリケーション1から、DPDK アプリケーション、まあ、ゲストの中のメモリーが触れないといけなくなってしまったんですね。でなので何とかして共有メモリーを作んなきゃいけないと。でなのでこの場合にはこのゲストの、まあ、OS は
物理メモリ、まあ、ゲストの OS の物理メモリを QHTLFS 上から取るという仕組みが QM にはちゃんと用意されていて、まあ要はここから取ると、まあ、マウントヒュージの下にあるファイルが出来上がって、それがゲストの物理メモリを示していると。あとはそこに対するアクセス権限さえあれば、なんかうまいことこれアドレス変換めちゃくちゃ大変なんですけど、一生懸命ごちゃごちゃするとここにあるって分かってアクセスできるようになるんですね。でそれを使ってアクセスしていると。まあその代わりHTLFS 上に物理メモリを置いてね、条件が加わっています。で、これをやるとどうなるのかなって話なんですが、まず VHOST バックエンドはいきなりパケットバッファーに、まあ、データをコピーすることになります。で、通知に関してだけは、実はその、特別なカーネルモジュールをインテルさんはわざわざ書きました。で、これは通知は、ここで言うと、こういう経緯で送らなきゃいけないので、どうしても、ここを直接通知を送れなかった。でそのために通知を送るための特別なカーネルモジュールを書いてます。でこれによって、まあ、通知をアプリケーションに対して送って、あ来たんだって受け取れるようになったと。でただこれだけ見ても分かるようにもう相当早そうだな。でなおかつですね、実はここで意外に忘れがちなんですけど、DPDK はコーリングで動いてます。なのでそもそも通知なんか必要ない。急にアクセスしてたら見えちゃうので、これはすごい速そうって感じにこれでなったと思うんですけど、もうパケットを突っ込んだらすぐさまその Q をお互いにポーリングしているので、あ、入ってきたんだと思って取れるようになったということですね。で、まあ、そこまでは技術的には面白いところなんですが、実は、まあ、この Q 図を使わなくてもこういうのができるようになりました。QM2.1 からの新機能なんですけど、そもそも VHost Net っていうのがさっき説明したかったと思うんですが、まあ、カーネル、ホストのカーネル空間で、まあ、送受信を受け負っちゃうんですね。で、その V ホストネットというのはカーネル空間に置かなきゃいけないわけですけど、ホストの。そうじゃなくて、もともと、Unix ドメインソケットとかを使って、まあ、プロセス間通信でそれができるようになっちゃって、他のプロセスにそれを出すような仕組みがあってもいいんじゃないのという提案がされて、V ホストユーザーという仕組みが入りました。で、V ホストユーザーは、もう普通に QM が持っている標準的な機能として、他のプロセスに対してその V バーター用のバックエンドを任せちゃうという機能を持っています。で、これを使ってこう実際 Unix ドメインソケットにつながっているんですけど、まあ、Unix ドメインソケットを使って、これらの間を通信をして、まあ直接共有メモリを使ったデータ接続ができるようになる。で、この場合でもやっぱりさっきと同じように旧ページからメモリを取る必要があります。で、この場合の通知に関しては実はその、インテルが作ったような独自の、イベント FD の仕組みは必要なくて、まあ、QM にも手を入れたからなんですけど、 QM を手に入れて、QM の方に手を入れてイベント FD を普通に使えるようにしました。なので特別なカーネルモジュールとか必要なくなりました。で、この場合はどうなるかっていうと、まあ、パケットバッファーにコピーするとまでも一緒で、イベント FD を使って通知しますよ、で届いてたんだねって来たらパケットコピーする。で、さっきと同じようにここはやっぱりポーリングなんで必要ないです。なので、まあVHOST ユーザーは一般的にその QM の機能なので、この DPDK から使うとか関係なく、もしもその何かそういうのを使うとうまくいきそうな案件があるのであれば、非常に有効な通信方法になると思います。で、こんな形で速くなります。でですね、他にもいろいろあります。まあちょっとキーワードだけ書いておくと、IVSH メモプラスリングというのはなんか共有メモリをどうにかしてアプリケーション間で作って、でその上でさっき話したリングで通信しちゃうというのが、あったりします。で、あとは Memnic TMD というその NEC さんが作っている、TMD もあります。で、基本的にこの辺高速に転送できるもの系は必ず共有メモリを実現してその上で何かしている、まあ、パケットを送受信するための Q なり何なりを作っているという特徴があります。で、あと最後にですね、DPDK のアプリケーションの例を、説明します。まず1個目、ラボバスっていうオープンフロー 1.3 に対応した、国産の、会社名を書き忘れましたけど、一応これは NTT さんが主導で、作られています。で、オープンフロー 1.3 に対応したソフトウェアスイッチです。で、ソフトウェアスイッチの中で、まあ、オープンフローのスイッチの中でオープンフロー 1.3 の仕様にまで対応したソフトウェアスイッチというのは結構珍しくて、まあ、国産ですし、なんか機会があればぜひ皆さんちょっと眺めてみてください。で、ライセンスは BSD です。で、これの対抗馬として DPDK OVS というのがあって、オープン V スイッチの DPDK 対応したものです。
で、オープン V スイッチ遅い遅い言われてますけれども、この DPDK に下回りを変えることで、なんか劇的に速くなるということで、多分この、まあ、多分世界的にはどちらかというと、まあ、この2つが張り合ってるのか、こっちがちょっと立ってるのかぐらいなのかな、わかんないですが、という形みたいです。で、あと、パケットジェンっていうのは、パケットジェネレーターですね、なんかテスト用途とかで、僕も最近知ってびっくりしたんですけど、専用のハードウェア の, そのパケットジェネレーターを買うと、それだけでもうすごい金額、うん百万じゃ効かないみたいなパケットジェネレーターがあるらしくて、でそういうのに迫るぐらいの、まあ、どの程度で出るのかちょっと分かんないですけど、DPDK で出せる本当に限界に近いような速度で、パケットジェネレーターが常に実装されています。なので、何か新しい自分で製品を作って、その製品の性能を測ろうとしたときとかに、これらのソフトを使っていただくといいと思います。で、あとはですね、そのアプリケーション側、今までちょっと濁してきたんですけど、スタックとか IP スタックとかどうなってるのみたいな話があると思うんですけど、今のところ DPDK ではその、その TCP/IP のスタックとかはなくて、自分で囲わなきゃいけないと。で、それ結構きついよねというので、もともと BSD の、TCP/IP スタックをなんか外に、ユーザー空間で実装する仕組みとしてランプカーネルというものがあるんですけど、それの下回りを DPDK に置き換えたものがあります。で、これを使うと、まあ、BSD の TCP/IP スタックが使えるということになります。で、それとは別に Linux の TCP/IP スタックを DPDK にコーティングした、まあ、要はユーザー空間に TCP/IP スタックだけ持ってきて下回りを DPDK に変えたものというのもあります。で、ただこれはライセンスが GPL も入ってきちゃうのでちょっと気をつけてください。で、もう一個なんか調べた中で DPDK ODB というのもあって、で説明によると BSD の TCP/IP スタックを DPDK にポーティングしたよって書いてあるんですけど、もう開発してから、てか発表されてから結構時間が経つんですが、ソースコードをいつまでも公開しないので、なんかこれ怪しいなと。なんかバイナリーだけパッと置いてあって、使っていいよって書いてあるんですけど、どう使っていいんだろうみたいな、言うたらちょっと怪しげな感じなので、まあ、これは、使わない方が無難かもしれないです。で、とりあえず、まあ、以上なんですが、まとめさせていただくと、まず、既存のフレームワークでは高速転送が、ちょっと実現できない。で、なので、このままだと、ネットワーク屋さん、まあ、通信事業者さんとしては高い通信機器を 買っていかざるを得ない。なので、まあ、通信費とかも下がりません。で、そこに対して DPDK は、まあ、ユーザーランドから CPU とかメモリとか NIC とかを扱う仕組みを導入していて、で、これらを使うことによって、高速な、まあ、ネットワークの、まあ、アプリケーションですね、ソフトウェアを、各自が作れるようになった。でなので、そうすると当然、いろんな会社さんが、今までは、まあ、河川市場だった市場に新しい製品を出してくることになるので、まあ、もしかしたら通信費も今後下がっていくかもしれない。で、DPDK はなんで早いのって言われると、結局ポーリングです。ポーリングをいかに高速に行うかっていうのが、まあ、すべて。で、これらをうまく実現していることによって、まあ、早くなってます。で、実際にもすでに DPDK を使用したアプリとか製品とかが世の中には、まあ、製品はちょっとごめんなさい、まあ、多分皆さんのお手元に届くようなものではないか、ような価格のものではなく、もっと多分専用の高いものになってしまうんでしょうけど、実際に、まあ、DPDK を使ったものも出始めています。で、コミュニティに関しては、今ここに書いたような DPDK.org というのがあります。で、メーリングリストのところにあります。以上みたいな感じですが、何か質問はございましたでしょうか。さっきの、LINE、キャッシュラインを意識したところの図の意味がちょっとよくわからなかったんで、もう一回、LINE の。そうになっているやつです。マウスがなくて。そうですね、もしかしたらドキュメントが、ドキュメントが取ってきたものなので、そっちの方がもう一個図が載っていたので、そっちを見ましょうか。
僕もあんまりあのハードのこと詳しくないで、まあ、問題かなんではっきり分かるわけじゃないんですけど、そこでパディングっていうのをやってるわけですよね、はい、そうですね、これですね、なんでそれを、多分チャンネルが変わることとランクが変わることで、あの2つ目もいいコントローラーで同じところにアクセスしたら当然あのなんていうか書き込みを待たなきゃいけないな、読み込みを待たなきゃいけないなありますよね、でそれを防ぐために違うところに置こうですよね、はい、でそうだとすると実はちょうどぴったり合ってるから、その図だったらパディングない方がいいんじゃないかなって気がしないのかな、どうなんでしょう、ああこの図だとっていうことですね、そこが分かんないに言わなかった、最初のやつが、はいはい、あのもうちょっと、ね、F16、はい、バイトじゃなくて12バイトくらいで終わってるんだったらなんかパディングを入れて、はいはい、ちょうどいい境に、はいはい、実はちょうどいいところで終わってるから、あの図だったらそんなもん入れたら逆に半端なところから始まってるような気がするんだけど、もしかしたらパディングがないとここから始まっちゃうと0から始まっちゃうと、確かにそうですね、ここから始まっちゃうとランクゼロのチャンネルゼロのことも同じところから始まっちゃいますね、確かにこの図で言うとランクが上のチャンネルが上の緑のラインで下の赤っぽいのがランクだと言っているので、チャンネルゼロのランクゼロからここのパディングラインと次のデータが始まってしまう、わざとずらしてるというか、そのパケットとしてパケットに両方を並列に扱いたいから、あ、そうそうそう、そういうことなのか、そういうことなのか、はい、と、はい、いうことで、まあ、ここからにするとまあこれ入った、まあ、同時にアクセスしても大丈夫ですということになる、あ、そう、合わせるんじゃなくて逆にずらすことによって並列、同時には使えるようにする、はい、そういうことなんですね、でちょっとこれ下の例、まあ、紹介しなかったんですけど、3チャンネル2デュアルラン、2デュアルランクのリングエグザンプルの場合はなんか3チャンネルあると、どうもこういうことをパリング入れなくてもうまい具合になんか、はい、ちょっとこの理屈はちょっとあんまり深く考えなかったらそういうもんなんだなと思っちゃったんですけど、そういうふうにうまいこと配置される、なんで3チャンネルのものがもしもあるならば、こういうなんか製品名は私どこかに書いてあったアクセスです、ね、モーニーマルチップセットの場合だとこういうパディングとか必要なく、まあ、自動的に詰めていっても、いい具合に、まあ、アロケーションできるということになるわけです、これプログラミング内のアプリ関係者がよくこれを読んで書けっていう強烈なパターンで、ね、でもハード変えると変わります、うん、昔からクルクの人はこういうのやってます、ね、そうむしろこのキャッシュがこう今で言うとレベル1キャッシュしかなかったので、あこれをこうキャッシュのアライメントとかすごい気をつけて、うん、でその頃は並列で概念はないからひたすら合わせるっていう、なるほど、確かに今は並列するから逆むしろずらすことによってそれぞれのチャンネルが同時に使えるっていう、そういうことなんですね、うん、なかなかその最初この仕事を始めた時はサーバーってあんま俺の問題感だなみたいな感じだったんですけど、なんか読んでいくにしたら、あ、これなんか組み込みっぽいかもっていう徐々に組み込みっぽさが出てくる仕事になります、まあ、あ、ここはそういう意味ではあの DPDK のライブラリー側でインスピレーションしてくれます、はい、アンモジストとかどうなの、そうですね、アンモジストってあのさっきメモリコントローラーとかチョイスできましたよ、ああ、どうなんでしょうね、ちょっとアンモジ先生って全然チェックしてないからなんとも、まあ、そうすると見るとか、すごいですね、アームコーディングの、何とかどうつながっているとかって見れる、彼は認識してるんですか、何がどうつながっているか、コントローラーとかってどういう配置されてて、メモリのこの空間とこの空間をこのコントローラーが担当しているよとか、ああ、なるほど、なるほど。あ、それはですね、あの、なんか、例えばですけど、その2つ、ヌーマシス、ヌーマのようなとして、どの CPU がぶら下がってるかとか、最近ってその、ソケットごとに PCIe のパスも、どっちかにこう、接続されてるってことがあるので、なので、どっち側により近い、その、ニックなのかとかっていうのも含めて、全部、その、SysFS経由とかで取ってきて、頑張って情報収集すると、はい、ことになってます。あのすごく本当頑張っていろいろやられてる仕組みなんですね。あ、
ミラノのコーディングのページがあるので、うまく取り出します。あ、そうだ、ね、PCI で思い出したんですけど、あの NullTMD によるパフォーマンスでちょっと気になったのが、はい、ミックは多分 PCI でぶら下がってるじゃないですか、うんうん、PCI のあそこのコントローラーとかで多分マッチとかが発生するので、はいはい、ああ実際にはそういうことじゃないんじゃないかな、なんで多分そこ、はい、そこが多分実際の使うときに影響がドカンとくるところなので、確かに3ポートでやった場合にはそうですね、多分そういうの出てきますね。でそこをなんかそのネックがやっぱりインテルさんも認識されていて、それもなんかその PCI ジェネレーションいくつかなのか分かんないですけど、なんかそこを改良しようとしてるんですよね。PCI の企画から改良なんかちょっと忘れちゃいましたけど、何か PCI のジェネレーションだろう、何かその、まあ、とにかくソケットのぶら下がっているところのやっぱりオーバーヘッドは認識されてますね。あ、ちなみにこれ40ギガのミック、秋葉原で売ってます。9万円ぐらいらしいです。皆さんよかったら40ギガのミック買ってください。これがリナロの、DBDK の ARM へのコーティングのページで、ちょっと動かしたことがないので、ARM でもしも動かされた方がいたら、ぜひ教えてください。他どうでしょうか。じゃあ三河さん、どうもありがとうございました。